2023明治安田生命 J1 リーグ第23節サンフレッチェ広島対浦和レッズエディオンスタジアム広島からお送りします。さあ今日のゲームはピースマッチになります。広島は平和記念ユニフォームを着用して入場します。決して風化させてはいけない歴史です。サッカーを通じてできること、広島に存在するクラブの使命として平和へのメッセージを発信し続けるんだ、そんな思いが込められた平和記念ユニフォームです。8月6日を意味する86と背中にプリントがされています。黙とう。サンフレッチェ広島、今日のスターティングラインナップです。 3-4-2-1 のシステムで予想をしました。戻ってきた満田誠です。今日の注目ポイント解説をお願いします。まあ、やはりこう前線の3枚にはなると思うんですけど、まあ、連動したそのアグレッシブな守備から、まあ、いい守備からいい攻撃につなげられるか、まあ、そこは本当にこう重要になってくるかなというふうには思います。浦和レッズ、今日のスターティングラインナップです。いつも通り 4-2-3-1 ベースポジション、守備時は 4-4-2 になります。こちらも注目ポイント解説お願いします。まあ、こう下からビルドアップする中で、まあ、広島のプレッシングをしっかりとこうかわしながら、まあ、前進していく形と、まあ、ショートカウンターのところですよね。野津田の左足来た、枠の外でしたが匂いを感じる野津田の左足。まあ、このシュートの、ね、弾道は非常に良かったと思いますね。上からしっかりと落とした形で、まあ、ゴールに、ね、飛んでいきましたので、もうわずかでしたね。さて背負って安い、厳しいチェックで取り切りました。さて広島は満田から加藤、加藤からピエロス、ピエロスのショット、キーパー西川のセーブです。高い位置からはめてからのショートカウンターでした。さあ今のプレーで得ましたセットプレー、まあ、前節は七が基本的にはセットプレーのキッカー担当したんですけれども、今日は満田が戻ってきたということで満田誠が右足で入れます。真ん中に入ったボール、ヘディング、クロスバー、荒木隼人のヘディング、クロスバー直撃。まあ、うまくね、荒木選手もファーサイドにね流していきましたよね。さあ広島としてはこのもう人に人に当てに行く形です。うん、そうですね、ここを勇気を持って出ていきたいところでありますが、一方で剥がせばチャンス浦和レッズ、スペースがあります。左の秋元です、早めに入れたクロスボール、そのまま吸い込む、かき出した大迫。まあ、直接ボールがねゴールに吸い込まれそうになりましたね。まあ、やはりこの岩尾選手はですね、森崎さん、はい、ゲームのその流れを読む力抜群ですね。まあ、常にこう周りをねしっかりと見て、まあ、状況判断できますよ、ね。ホセカンテ、遠目から突き刺しました、右足一線、ホセカンテ、素晴らしいロングフィード、レフティホイブラーテン、完璧なトラップ、完璧な右足、ホセカンテです。まあ、よくこの長いボールねしっかりと足元に抑えて、まあ、前をね向いて、このシュートはもうゴラッソですね。そんなにこう時間もなかったですし、スペースもねあまりない中で、まあ、このねホイブラーテン選手の長いボールをしっかりと収めて、まあ、振り抜きましたね。ボールタッチしたのは今レフティのシチです。で野津田もちょっと近くにも寄りましたけれども離れていきました。シチのボール、ゴールに向かうボールはいいボールが入ってきた、混戦になるぞ。佐々木セル、おっとここ塩谷行く。まあ、あのシチ選手のボールが、まあ、ゴールに向かってくるようなボールを、まあ、入れてきましたから、まあ、ファーサイドで荒木選手がうまくね中に、野津田ズバッと入れて反転、川村いいボールが入ってきた、とスルーしたところ最後はピエロスがいました。まあ、浦和の方は、ね、ショルツ選手もいい守備しましたし、ね、広島も佐々木選手が、ね、いい守備しましたね。スルーパス加藤が行った、切り返して、加藤だ、千里
の次は俺が担う。クラブ待望の日本人ストライカーここに誕生です。加藤睦月、1対1同点。いや落ち着いてましたね。いや決め切りました。後ろからのビルアップで、まあ、塩谷選手の、ね、この縦パスから始まりましたけど、ここね加藤選手も、まあ、あのセンターバックとサイドバックの、ね、間にうまく、ね、入り込みましたし、まあ、この切り返しですよね。落ち着いてホイブラーテン選手をかわしましたし、まあ、切り返してから、ね、西川選手のポジションもしっかりと見てニアを、ね、射抜きましたね。これよりまばたき厳禁。10分、1対1、どちらが勝ち越すか、うん、塩谷来た、来ましたね、塩谷の右足だ、ナイスキーパー西川周作、いい攻撃、いい守備がありました、まあ、枠に飛んでましたね、今日のピッチコンディション、気温は34度あります、タフな戦い、どちらが勝ち越すか。川村からベンカリファだ、ベンカリファの右足、俺が広島を救う、ベンカリファ意地の一発。まあ、まずはここでねしっかりと佐々木選手がボールを奪いましたし、一度はね相手に取られましたけど、まあ、この川村選手のよくねこう見えていましたし、この展開でファーストトラップからこのニアサイド、しっかりとねシュートが打てるところにボールを置けましたし、まあこのシュートはもうベンカリア選手の本当にこう見事でしたね。しっかりね腰も入ってましたし、まあ、ファーサイドも頭にあったと思いますけど、まあ、西川選手のそのニアサイド上のところをねしっかり取り抜きましたね。ここで試合終了の笛です。劇的逆転勝利、広島引き抜き、怪我人、ウイルスの猛威、それでも折れない3本の矢、リーグ戦7試合ぶりの白星です。